ははい皆さんこんこにちは村長です今日はスタジオワンの MIDI ファイルの書き出しということでお話をしたいと思います。先日 YouTube の視聴者の方が僕にヒントを教えてくれましたのでとってもためになったので今日は皆さんにもその情報を共有します。もちろん知っている人は「うーん当たり前だよ」 と思われる方もいてると思うんですけれども、知らない人にとってはとっても便利な機能ですので、一度試してみてください。村長ミュージックスタジオ。<music> まず MIDI のファイルがあります。これちょっと聞いてみますね。 このように先日からちょっとサンプルに使ってる尾崎さんの名曲ですけれどもこのようにありましたら通常皆さんはこのリージョンを選択しましてイベントメニューの選択をエキスポートからファイルの種類をミュージックループになっていたらこれを MIDI ファイルに切り替えてそして保存という方法でやっている方が とっても多いいではないかなかと思われますもしくは右クリックするとですね同じように選択をエクスポートというのがありますのでここからも全く同じプログラムに行くようになっています MIDI ファイルを書き出したい時というのはですね例えば e a s y b a s がこのようにあります今のピアノの MIDI をですねここにドラッグドロップできたら とっても便利ですねはいこれを引っ張ってきますでもできないんですこれ c u b a s e ならできるんです Studio One の MIDI ファイルを内部で持つ構造というのが少し他の DAW と多分違うんだと思いますですからこのようなドラッグドロップはできないわけです ですから先ほどのようなやり方をすることになるんですけれどもちょっとこれって面倒ですね、まあ、少しのことだけなんですけれどもでも皆さんもこの方法をやってみてくださいこのブラウザ画面右側の方ですねここでファイルというのがありますこのブラウザというのはどのように使うかというと Windows の Explorer ーーと全く一緒です もちろんこのファイルというところに戻りますとこのようないわゆる一応ルートの画面になっていますですからここでボリュームをすると僕のつながれているハードディスクや USB がこのように出てくるわけです例えばデスクトップのところにこのようにしますと普通のファイルの操作ができるようになっています 例えばこのように選択をして削除をしたりはい、このようにファイルエクスプローラーと同じように使えるわけですじゃあこれをデスクトップに保存してみましょうこれを引っ張っていくだけですその時になんかこんな四角い ダイアログのようなものが出てきますけれども下から2行目を見てください MIDI ファイルの前がカッコで囲まれていますがここで Alt キーを押しますと MIDI ファイルにチェックが入ります Mac の方は対応するキーで同じようにやってみてくださいそうした状態でここで離しますとはいデスクトップにこのようにファイルができるわけです ドットミディといいう風になっていますこのようになればですね先ほどの e a s y b a s ここのドラムキーここにドラッグドロップができるようになるわけですそうしまして例えばこれをこのように引っ張ってきますそうしましたらこのようにミディができるわけです ここからまたフレーズを選んでグルーブスというタブを選んでおいてそしてリプレ e スミディとしましてこのようにフレーズを選択しましてそしてチェンジというふうにすればこのコード進行で。 はい、このようにイージーベースとの連携ができたわけですちょっとのことですけれどもこのように引っ張ってくるだけですので便利です例えばここにメロディーのトラックがありますちょっと聴いてみましょうこういうのはどういう時に使うかというと このようにボカロやシンセサイダー VAI 歌声合成などに引っ張ってきたい時にファイルから読み込みというので使いたいわけです。こういうのも全く同じようにファイルのところに持ってきて先ほどのピアノと同じ場所に Alt キーを押して MIDI ファイルにチェックを入れてそして書き出しはい。 このように書き出せましたので、これを活用できるということになります。そして右のブラウザで、プールというのを見てみましょう。今はここで使われているファイルはすべて MIDI ファイルなので、ここには出ていませんけれども、例えばこのメロディのトラック、これをオーディオにやってみます。こういう時は右クリックをしまして、 オオーディオトラックにに変換にしま,す,そして、OK、をします,するとこのようにオーディオファイルの書き出しができますけれどもちょっと音量が大きかったのかクリッピングのエラーが出ていますが、まあ、このまま進めましょうそうしましたらちょっと大きいでしたがオーディオトラックができましたそうすると 右の方にオオーディオファイルができます。そうしましたらもう一度 EasyBase ーーーを見てみましょうこれのオーディオトラッカーというのででもオーディオを分析してそこから MIDI のフレーズを作ったりすることができますちょっとこれは消しておきますそうしましてこれを引っ張ってくるあれやっぱりダメですねこれはどうすれば いいんでしょうかこういう時はこのファイルを右クリックしましてエクスプローラーに表示をするとですねそうしたら Windows エクスプローラーがこのように出てくるわけですそして今のこのメロというのをオーディオトラッカーの方にこのように持ってくるとちゃんと使えました現在分析中ですね これででも選んでおきましょうか。これはベースなのかギターなのかみたいなそういう選択肢なんですけれどもまあこれで OK を押しますするとこのように読み込まれましたそうしましたらここで Add MIDI to SongTrack というボタンがオレンジ色でありますのでこれを押すとこのように MIDI フレーズができたわけですちょっとテストで鳴らしてみます はいこのように今はメロディートラックを送ってしまいましたのでメロディーがそのまま反映しているわけですけれどもこのように連携ができます。今日はちょっとしたチップスでしたけれどもこの「ファイル」というところに MIDI を書き出したり「プール」というところで「 オーディオファイルを利用してそしてこれを右クリックしてエクスプローラーに表示することで書き出しもしくはミックスダウンという一つ二つアクションをして書き出したりするよりもこのスタジオワンの右側にあるブラウズ機能を上手に使ってやるととっても便利だということですもう上手に使われてた方も いてると思いますけれども、全く知らなかったという方も多くいてるのではないでしょうか。明日からはこの便利な書き出し方法を使ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。